僕らの車、発進苦手です。ですから、注目してもらいたい点は、一体用意どんでどこまで落ちて、それをどれだけ巻き返してくるか、前にいる車、見える限り全部追い越したいと思いますんで。ピットストップもなければ、やっぱり1コーナーにかけるみんなのね、こう戦いがやっぱりかなり激しくなってくると思うので、まあ、その辺も、まあ、その辺が一番面白いんじゃないですか。2番手スタートからもう狙うは優勝で、はい、お頑張りします。レッドシグナル今フル点灯、そしてブラックアウト、さあスタートできるかどうか、まず注目、止まっているマシンはまだここら確認できない。さあ上位陣はうまく出ました、広く広がる、大きくワイドに広がります。ここまで止まっているマシンは確認できない。トップ争いです。ちょっとガライアはそうですね、今ちょっと Z がまた並ばれてさあ前に出ました。ここで栗本が前に出た。元気ですね栗本選手ね。コーナーを飛び込みアウトから来てるんですが、栗本はね、風ではない。前がオレンジのマシンがカローラアクシオ、栗本雄島、今シーズンは初めて、頂点にも立ちました。第3戦ここ富士でした。またぴったりついてる。いや後ろからプレッシャーかける吉本。カローラ VS アストンマーチン、まずはストレートの勝負、逃げ切れるか二十歳の栗本。そして後ろから吉本が狙う。吉本のこの富士速い速い、並ぶホームストレート、およそ 1.5キロ、やっぱりアストンマーチンだ。ここは前に出た、お手上げです。カローラアクシオ、フェラーリ来てるな。さあこのストレートで赤いフェラーリがまた迫ってきています、ね、さあ一車身の間隔で3台が並びました。あーこれは国本選手つらいね。さあそして平中、ここは探るのみ、フェイントかけるだけ、プレッシャーはしかしかかる栗本。さあコカ・コーラコーナーにインに、インにマシンを振った、インにマシンを振った。平中並ぶ並ぶ、前に出た。ここでフェラーリ平中が前に出た。栗本一つポジションを落とす、入れ替わります。いやもう今若手のイケイケナンバーワンくんのドライバーですからね。いや諦めるってことはまずないでしょうね。わあでも行ってますね。そうですね、いや勝負仕掛け続けています栗本。開いてる。さあ最終コーナー、ここ栗本鼻を入れようとする、並びかけるぞ栗本。栗本並ぶ、行く行くか、しかしこの後待っているのがストレート。今チェッカーフラッグが振られました。まあ今シーズン勝利はなかった、しかし最終戦も大いに盛り上げた JIM ゲーナー平中が勝利を挙げています。お疲れ。多分2位でしょ。お疲れ。ですかね。最初は突破しててこのまま逃げ切りたいなと思ったんですけど、まあ、すごくうまくいかず、やっぱり FIA やストレートが速くて結構厳しかったです。